こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今回ですね、紹介するのはこの、ソニーの CD ラジカセなんですけれども、ですね、これかわいい簡単 CD ラジオ、あ、CD ラジカセじゃない、 CD ラジオですね、かわいい簡単 CD ラジオ、見やすい曲番号表示で、語学学習にもぴったり、ウォークマンとつないで聴ける、オーディオを入力端子、オーディオ入力端子か、これね、ちょっとね、間違えました間違えました、ちょっと間違えたってわけでもないんですけれども、これね、こんな大きいと思わなかったんですよ実は、最初にこのピンクのやつ買ったんですね。これもメルカリで、まあそんなに高くなくて非常に安かったんで買ったんですけれども、これがね、このアンテナが可愛くてね、これアンテナ、このピンクのアンテナ、買ったんですよ。そしたらですね、まあもっと安くですね、こっちの方も、こっちの青いアンテナですね、これのやつが売り出したんで、ちょっと面白いんで買ったんですね、ソニーなんでね、買ってみたんですけど、何を間違えたかというとですね、大きさですよ、大きさ。もうこれがね、 CD の大きさと勘違いしてというか、これね、 CD の大きさがこれなんですよ、これね。なのでこう考えるとですね、この枠っていうか、この蓋の部分がこれと同じだと思ったんで、これ自体、この全体自体がですね、一回り小さいと思って買ったんですよね。だからポータブル持って買ったんですけど、ただ意外にね、こう大きいんでね、びっくりしたんですけどね。で、これね、このピンクの方はね、ちょっと動作確認もしてるんですよ。大丈夫ですね。だから、まあちょっと後々こうクリーニングしなくちゃいけないんですけど、あと全部調べなくちゃいけないんですけどね。これ CD、ここね。はい、CD のピックアップ、これもね、動いたことは動いたんですよ。で、後からね、買ったやつがこれなんですけどね、これはね、まだね、全然テストしてないんで、今回ちょっとテストしてみようかなと思って。で、今日ね、結構涼しいんで、今回たくさん、ちょっとね、余計にいろんな掘り出し物買ってしまったんで、これをですね、涼しいうちにね、3階の屋根裏部屋っていうか屋根裏倉庫にですね、持っていかないとね、他の作業ができないんで、そういう関係でね、とりあえず、買ったものを紹介して、それでね、まあ倉庫にしまってですね、いずれはですね、ちゃんと直して、中とかですね、全部レポートしたいと思います。この辺もね、多分最近買ったものね、こういう珍しいやつはね、あんまりちょっと売らないでおこうかなと思ってます。コレクションで今にね、みんなにこう触ってもらえるような機会ができたらいいなと思ってですね、こういうの買うとですね、こういうおまけというかですね、これおまけでもないんですけどね、あれ、これトイックテストなんていう、なんで外れないの、外れた、トイックテスト CD 進行式問題集なんて、こんなのついてますね。これだから、ここにも書いてあるように、語学学習にもぴったりって書いてありますけど、これ前使ってた人が語学学習トイックのテストで、使ってたんでしょうね。昔ね、トイックのテストだいぶ受けたんですけど、英会話も通ったことあるんですよね。だけれども私の場合語学はね、どうもダメですね。いくらやっても、上達しなかったんで、今はもうやってないで、もう諦めましたけどね。こういう語学学習にもいいということでですね、あと、AM と FM ついてますね。 AM、FM、ここで切り替えます。ここね、切り替えます。あとはこの CD ラジオオーディオインというのがあって、これオフ、オフと CD ラジオオーディオイン、この辺に変わってますね、なります。あとここは CD のあれです。あ、これが表示か、これリモコンじゃないね、こ
これ表示後で出しますけどね。これ音量ね。音量ちょっと可愛いですよ。こんなのも作ってるんですね。うん、なんか こんなような、なんかアニメからこんなのキャラクターあったような気がするんですけど、ちょっと思い出せないんですけど。で、うん、後ろこうですね。一応これ電池でも使えるようになってるの。電池は、単2の電池を 1,2,3,4,5,6 本ですね。6本ということは 9V ということかな。ね、まあこの手のやつであんまり電池で使うことはほとんどないんですけど、ちなみにこれ何年製かちょっとまだ調べていません。調べていません。やっぱりメイドインチャイナですね。あ、これあったあったあった。2009年製ですね。なのでまあ10年ぐらい前ということなんで、私のコレクションというかですね、私が扱うやつにしてまあえらく新しいものですね。ただこれなんで新しいのに、あ、まあ比較的新しいのに買ってるかっていうとですね、まあ形が面白いものとかですね、あとはこれもいずれは いずれは壊れていくものなんで、直し方をレポートしておく、この辺の、新しい部類は本来ね、あの依頼を受けて直すことは多分ないと思うんですよ。まあこれは5年以上経ってるから、これも多分修理に出してもトニーさんも直してはくれないと思いますけれども、この辺はね別の人に直してもらいたい。僕はもっと古いものを本来直したいんですけど、かといってね、これなお、ちょっと珍しいっていうかね、面白い形なんでね、やっぱり愛着があったりとかする人もいるでしょうから、直したいっていう人もいるかもしれないですね。だけど僕はあんまり直したくない。じゃあどうするかっていうと、直し方をですね動画にしておけばですね、直せる人が直してくれるんじゃないかと。それでも直す人がいなかったら僕が直せばいいかなというようなスタンスでですね、とてもじゃないけどですね全部直すことはできないんでね、そういったもので比較的新しい、まあ、2000年以降のものは基本的には僕はあんまり直さないでね。ただし直し方とかこういう風になってるよってレポートだけはしたいと思いますけど、基本的に直さない、ね、ようにしたいと思ってますんで、これも、販売するかどうかはわからないですけれども、まあとりあえずは、取っとこうかなと思ってます。ちょっと変わって可愛いんでね、一応これ持つところがあるんですけどね、普通ね持つこう持つんでこっちが下ですよね、と考えるんですけど違うんですよね。こっちが上なんですよね。あ、上とこっちが上なんですよね。だから使う時にはこういう風にして使うんですよね。すると取っ手が下につくんですね。ちょっと面白い。通常はちょっと考えると、いやアンテナの方につけるんだろうなと思うんですけど、まあデザイン的にね、まあ無理だったんでしょうね。んでこういう形状になってますね。立てて使うにはちょっと使えないですね。邪魔になりますね。コードのところとか邪魔になったり、この、ね、アンテナが邪魔になりますんでね、立ててできない。だからやっぱこういうふうに横に置いて使うのが基本なんでしょうね。最初ねこれ来た時にね、僕はあの鍋かと思いました。これ最初ね来た時に、普通は箱に入ってくるんですけれども、メルカリに入って買ってね、箱じゃなくてですね袋に入ってきたんですよ。そうすると袋の形状がこうやってこういう形なんでね、来た時にあれ鍋なんて買ったっけなと思いましたよね。これでしたね。はい、こういうちょっとねこう横から見ると鍋みたいなね、鍋というかたらいというかね、そんなようなお風呂のたらいみたいな感じですね。はい、そんな形状なんですけど、ちょっと可愛いかなと思ってね。あとは今ねポータブルのねいいのがね、ポータブルの CD ね、のいいのがあんまりないんですよね。市販品のがね
もうほら みんなあの iPhone とかですね、そういった類になって、配信ネットワークにつながる、まあ音楽媒体っていうかね、音楽をダウンロードして聴くっていうような、文化になりつつあってですね、 CD そのものがですね、なくなって、うん、それに伴っていい CD プレイヤーがねないんですよね。なのでまあこういうメーカーのね、これも多分チャイナですね、メイドインチャイナなんですけど、メイドインチャイナとは言いながら、まあ、ソニーブランドで売ってるんで、日本の、うん、メーカーのまあ あんまり、どうかな、昔のに比べればやっぱり品質は落ちてると思うんですけれども、まあでも安物の、CD よりはまあマシかなと、そういうものはやっぱり、これからねなくなっていくと思うんでね、そうすると非常に二流三流の、まあ、CD ね、一応ね、CD に関しては誰でも作る時代に作れるんですよ、僕も作れるんですよね。要するになぜかっていうと、昔の CD の場合っていうのは、まあ、ちょっとまた脱線しますけど、昔の CD っていうのは、IC のチップそのものから作ったりとかしてたんですよね、なのでやっぱ技術的な、蓄積がない会社はなかなか作れなかったんですよ。ところがロームとかですね、その辺で、もうね、汎用の CD 用の、チップが出てるんですよね。で例えばまあちょっと細かくなっちゃうかもしれないですけど、これで言うと、CD の部分、この、CD の部分ね、この辺の部分ね、この辺とあとラジオの部分、これが2つのユニットと考えるんですよ。で CD の中、CD の、IC、これがどうかはちょっと分かんないけど、これはソニーさんの IC 使ってるかもしれないですけど、汎用 IC はね、外部入力の端子っていうかですね、入力のポートっていうかですね、それがついてるんですよ、CD の、IC のところにね。それと、ものによってはこの、セレクトっていうか、LCDの、コントロールの部分も含めたチップ、それとドライバーですね、ドライバーはね、ピックアップのレーザーのドライバーとレシーバーのユニット、それも IC にあってですね、それをつなげて、で外部ポートのところにこのね、オーディオとか、まあ外部入力とかですね、ラジオのユニットをつなげるとですね、CD カセット、CD ラジオっていうのは出てできてしまうんですよね、回路的にはね、なのであまりね大きな会社でなくてもですね、作れると。逆に言うと、まあデザイン、面白いデザインにすれば、まあ例えば僕の友人の星野哲郎デザインなんかも今手掛けてますんでね、今画家なんですけど、そういうデザイン、面白いデザインの、もの、それに僕が基盤を起こしてやるとですね、まあそんなにね難しくなくてできるんですよね、何の話だかちょっとずれてしまいましたけどね、そういった時代になってるんで、 CD そのものはですね非常に簡単なんですよ、ポータブルの、CD なんかも、ポータブルの CD ウォークマンみたいなね、ああいうのも、まあ、ほとんどが汎用 IC を使ってると思いますね。あとはピックアップも、全てが揃うわけじゃないんですけれども、市販されてるものもありますんでね、その辺と組み合わせるとですね、まあ、まあそこそこ回路をやってる、会社であれば、まあ作れちゃうっていう時代なんですね、まあそういう時代なんですけれども、だから昔ながらのねこうちょっとね
掘ったものっていうのは逆に言うとどんどんなくなってきていると思います。だからいいデザインとかね、まあそこそこですね、性能がいいものは、これからあんまり出てこないんじゃないかなと。まあ安いものですね、下手すると安かろう悪かろうみたいなね、ものばっかりになる可能性があるんでね、ちょっと前の、まあそこそこいいものを直して使うっていうのも一つのまあ使い方かなと思います。その時に直し方が分かってるとですね、誰かが直してやればいいと思ってますね。僕はちょっと2000年代のやつは直すこと自体はね、多分やらないとは思いますけどね。たださっき言ったようにどうしても直したいっていう人は、あ、やっぱその気持ち、僕は心の関係もやってるんで、その懐かしいものとかが復活するっていうのは非常に、嬉しいものなんでね。でそういう面では受けることもあるかもしれないですけれども、基本的に、販売するようなことは多分ないと思いますね。特に CD に関してはね。はい、じゃあちょっとこれちょっと脳楽ばかり言ってもしょうがないんで、ちょっと電源入れてみますね。まずラジオの AM が入ってそうすると一緒に担いだその大人たちがお風呂入ってるわけ、はいはいはい、ね、でその時に FM はまあラジ、アンテナつけないとちょっと入りにくいんですけど、で一緒に今まで汗流してた人たちが、まあ一応、大丈夫ですよね、もらったお風呂券で入ってます、はい、あなたでも東京で季節がまあアンテナとかちゃんとすれば大丈夫ですね。オーディオインはどうするかっていうと、ちょっと見てないんですけども、どうだ、どっかに、あ、ここですね、ここね、ここにありますね。これはあのイヤホン端子からここをつなげればいいんだと思います、この辺はあんまり壊れてることはないんですけれども、まあでここにイヤホン端子がありますね。はい、じゃあ、メインの部分のCD ですね。CD かかるかな。CD にしてみまして、まあついてた。ちょっとトイック。まあ元々入ってたんでね。いや、ここ見やすいっていうのはここですね。ここちょっと見えますかね。LED ですね。LED の表示になってますね。セグメントってやつかな。で。するとパコパコパコやってます。認識するかな。あら消えちゃったよあれダメなのかなペカペカやってたんですけれども消えちゃいましたね。あらなんでかね。CD、あ、ありましたね。電、あれ、なんで電源が切れたんだろう。あ、ちょっとダメそうですね、これね。ほら、これゼロでしょ。ピカピカしてますよね、ピカピカ。ちょっと見えないかもしれない。で、これ認識してないかな。あー、ちょっとダメそうですね。なんでだろうな。CD が悪いんだ。ちょっとわかんない。これ、もう一個 CD。これデモ用の CD ですけど、ちょっとこれかも。これ動くかな。あら。なぜか、これバッテリーが消えてしまうってどうしてなんだろう。なんかドライブ系統が、CD にしたときに、あ、これこの接続が悪いかな。あー、ダメですね。うん、何が悪いのかちょっとわからないですけれども、この悪いときにはね、本来はどうするかっていうとですね、どこだ
スイッチがちょっとわかんない。ああ、これだいぶピックアップ汚れてますね。そのせいかもしれない。ちょっとうまく動かない、こいつはね。なのでこいつじゃなくてこっちでちょっと動かします。こっちはね、前動いたんで大丈夫だと思います。コンセントを変えまして、多分さっきのやつも多分動くとは思うんですけど、これはね、一応まあ、トイック動くから、ちょっとやってみます。よいしょ。で、今ペカ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 やってます。うん、33表示されました。うん、これね、はい、じゃあこれプレイ。TOEIC 練習テスト2。はい。Listening test。あ、テスト。In the listening test, you。次。Number one. Look at the picture marked number one. Number five. Look at the picture marked number five in your test book.はい、こんな感じでね、いきますね。ちょっと、トイックじゃなくてですね、これデモやってますね。これ色違いだから、1個は修理して、販売しようかな。わかんない、まだ。はい。はい、こんな感じでね。この音楽は Google の、 YouTube のやつから撮ってるんで、著作権問題ないと思います。はい、こんな感じでね、できますね。はい、切ります。はい、これもね、中、どうなってるんだろうって思いますよね。思わないかな、普通は思わないのかな。表面だけ見てるの、僕はね、あんまりね、同じ見方するの好きじゃないんでね、こういうのがあると中がどうなってるかという気になってね、もうそれはね、小さい時からなんですよね。小さい時から、小学校 1,2 年ぐらいの時からね、テレビとかね、分解してね、組み立てられないんですけど、分解してね、中身が知りたくてしょうがない子でしたね。あとはもう、顕微鏡で小さい世界ね、ミクロの世界を覗いたりするのが大好きな、科学少年だったんでね、また今度紹介しますけど、そんな感じでね、顕微鏡買っちゃいました。メルカリでね、顕微鏡買っちゃったんで、それ辺も、今度ね、時間がある時にやりたいと思います。はい、そんな感じでいろんなことをやっていくつもりでいますんで、チャンネル登録していただけるとありがたいです。はい、どうもありがとうございました。ナオリンですが、面白いものがあったらですね、なるべく買って、こんなものがあるよっていうことを、紹介していきたいと思いますんでね。はい、どうもありがとうございました。失礼します。